はい、どうもお疲れ様です。 TIE クランのルーでございます。というわけで1週間連続トップページのおすすめで来られる方はそろそろチャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、ちょっと提案があるんですけど、ハボック、正味、バレルの選択肢あってもいいと思いません？反動やっぱりきつい。この前ね、ハボック結構火力すごいよっていう話はしたんですけど、言うてタボチャがないと成り立たない話なんですよ。ちょっとだけフラットラインの火力高いんですよね。まあ言うてもちょっとなんですけど、はい、火力は高いんですけど、まあタボチャありきで、かつね、やっぱフラットラインね、中遠距離もそこそこやれちゃうんですよね。はい、これぐらい当たるじゃないですか。でもハボックもう無理でしょ。いや、それはまあラスさんとかは配信でめっちゃ当てるんだけど、あれはもうね、一般の常識をはるかに超えたエイムなんで、結局ハボックとフラットラインだったらもう絶対フラットライン使っちゃうかなーって感じではありますね。まあ火力は高いんだけどね、ハボック軽視点能力が高いし、まあただタボチャもなかなか見つからんしね。まあだから、まあタボチャとさらにバレルの3とか突き出したらフラットラインと同等に中距離もやりますよぐらいの、まあ、立ち位置でもいいかなって思うんですよね。やっぱりこう、一応この前動画してたけど、どうしてもハボックね、超近距離以外はね、まあなかなか使い勝手が悪いんで、まあそういうのがあってもいいかなと思うんですがね。はい、ご意見ありましたらコメントよろしくお願いします。じゃあ本編どうぞ。ダンパと21歳、マジで？え、そんなことないでしょ。無理がある、無理がある。それは精神年齢10歳ぐらいやけど確かに。焼きそば38なんや。え、マジで？うん、ババアや。ババア、まあ、おい、ババア言うなよ。38歳の視聴者が悲しむ。見た目の割にはもっと言ってるかな。まあそういうことや。俺の推しをさ、ちょっと減らさない。そういうことやな。え、19歳の？あ、やった。え、あれ死ぬよ、もう。あ、よいしょ。はい。あら、かわいちょうに。うわ、うら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 うナイス、信じてましたから。信じてたんじゃない、甘えだよこれは。甘え、そんなことない。見ろよこの焼きそば、かっこよすぎても涙出る。病気やわ。え、パスって、え、19年ものなんですか。あれだいぶ古いな。何物ロボットだとしたら、まあ19年前に作られたから劣化してそう。そもそもあいつだって酒汲んだりとか掃除したり用のロボット。あ、そうなんや。そうだ、確かに。マービン。でした、なんでアスファルトライブバックしてんの。わかんない。あんま知らんねんな、俺、パスファイナルバックストーリー。そうそう、なんか、製造元の親に会いに行くためだけに、エイペックスに参加するって聞いてます。そのために人を殺してもいいんだって感じだな。喜ぶのかな、それ。だから、そのエイペックスで優勝して注目してもらえば、その自分の製造元に会えるかもしれない。注目するためやったら、人殺しても何してもいいって、ヘズマリューと一緒やな。名前しっかり出してくやん。ヒズマリと一緒やん。パスファインダー、パスファインダー YouTube バンされるタイプ。オンゾン、なんか来ましたよ。早いね。左やるよね。クリプロオルガロ、オルガイツカローだよ。どこ行ったか分からへん。え、そこらん。あれ、下行ったかな。え、マジで。こんにちは。隠れ身の術とか使ってます。もう上やりに行こうかね。もう行きますか。あ、しかもレベルと使ってる。あー、ちょ、右からこれ上行くわ。バカめんどくさい、これ構成なんで。まずグレネードここにポイじゃん。あ、マービン出てきた。アワビやった。いや、アワビじゃん。ローバあれ。いや、ロー、おれほら、どこ。本当にわからない。あら？え？お？え、これ大丈夫か？別パスどう見ても別パスよ、あれ。レベめっちゃロー。つか。敵はどこだい？あ、キレか。なんか、さっきから俺キルスティールしかしてないんだけど。マジで。ハボッコ2、3発撃つだけで敵が死んでいくんすけど。キルスティールの鬼ですね、これ。ほんまに鬼。
ほんまに何もしていけど人死んでいくねんけど。何これ悲しいけど。いや楽しいね。いやあの何もして俺らがなんかしてっから俺らが俺ら頑張ってんだ多分。ハボックパパパパで人死んでいくんだわ。帰った帰った。割りかけ。割った割った。ロロロロロ。やってまた1ダメージで死んだ。どんだけキルスティールするんだ。キルスティールしかしてないんだけど。やばいですね。で、肝心の死体はあれらしい。あ、残念だったな。すまへん。すまへんな。これ上に行かないんですか、これ。まあ、行きますけど。はい、キルスティールの鬼。え、なんかこの時だよ。ラグあいつ、ちょっと待って、史上最強のラグさん、あのパスファインダー。史上最強のラグさん、パスファインダー。え、あれ全員、あれ俺がおかしい、これ。俺がおかしいわ、これ。俺の回線がやばい。君ら瞬間移動してんだけど。あいつか、ニーロー。俺が瞬間。ニューロンなんだけど、これ俺が悪いわ。俺奈良県に何か EMP 来てます。そっぱ座ってるで。やれん。めっちゃローだよ。言うてもやれん。ラグすぎてわけわからん。ね、死んだか、赤井さん。いや、大丈夫なんすね。赤井さんがそっちから行ったら俺ポータルで入ろうと思ったけど、ポータル切れた。マジルーさんがラグイラグイラグイ、本当にラグイ、本当にラグイがマジでやばいっすね、これ。後ろ後ろ、えフェイクすれるわ。あ、やってんの一人。じゃあやってみたり。本当にラグイね。プリーズヘルプミー、ありがとう。しょうがねえな、助けちゃるで。あ、敵も接したな、これ。あぶねえ。一人やっときました。あ、二人やった。またキルスティールちゃった。どうしよう。あ、インピック。面倒くさ。あー、帰る。入れ出してるか。はい、全部やりましたよ。え、うますぎる。いや、それがキルスティールしかしなくてさ、なんか謎の3キルやねんけど、今。レースだけはちゃんと戦ったけどさ。謎の3キル。何これ、何もしないのに10キルやわ。すごい。ほんまに何もしへんねん。やっぱ6キル。いたいたいた。そっちか。お、700メートル使えてあるけど。そういう時のハボックビームやろ。これ54。おお。またやっぱせ。あ、俺ハボックビームの才能ないわ。でもマジでリボ苦手。こっちやな。バレルスゲてないやろ。紫バレルついてます。じゃあ下手。はい、ありがとうございます。どこ。あー、キルしたかったのに。キルスティールさせろよ。させろよ。おー、お腹いっぱいでしょ、さすがになってる。やりすぎだって。キルスティールさせてよ。残り3パ、違う2パか。かけてるんでしょ。6かけのままやったらおもろい。もうおらへん。確かに。もうおらへん、六角やったら。もうなんかシュレディンガーの敵おりますよ。待って、足音する。上だ。そこ。いや、何人かいる、これ。たぶん。テルミットグレネードを投げる。いないじゃん。いや、いるんだよな。いや、めっちゃハイドしてる。パスもろ。おろした？おろした。こっちはあるよ。はーい。はーい。あ、もう見えたわ。あら。あ、あら。あら。え、あれら。また殺したよね。え、まあ俺は結構今の120、30与えました。あー、ならいい。ならいい。ならいい。バッテリー入れます。地味にランドファイバー。タイミング完璧。パスアーマー回ってますよ。どこ？これやろ。先生。オッケー。あとは？めっちゃ。めっちゃ当たり。
あ、ロート聞いて切り取れたよ、やっとだよ。ロート聞いて派生参じましたが、ダメでしたか。おかしいでしょうね。なんか俺12キルぐらいしてないけど、全然ダメージ与えてないと。全然ダメージ与えてない気がする。キルスティールのボニーです。おかしいんでしょ、だからこれダメージ。なんでこういうことが起きんの。